さんお疲れ様です。パーソナリティのはるかです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は五輪ハーフパイプ金メダリストの平野歩夢選手が審査員を痛烈批判していることが話題になっていましたので、その話題に関連する内容につきましてお届けさせていただきたいと存じます。皆さんどうぞご覧ください。一貫してパーフェクトな滑りをしたにもかかわらず、2回目の得点が不自然に低く、解説者たちまでもが怒り狂う騒ぎになった審査基準の曖昧さについて、平野選手本人も、他競技にあるようなシステムをしっかりすべき時代になったと思いますと批判を行っているようです。平野選手は2月12日にメダリスト会見を行いまして、2本目の採点についての思いを吐露。まずは僕が思っているように周りの人も同じように思ってくれています。僕以上にもっと怒っている人もいたり、僕だけじゃなく今後のスノボのジャッジの基準としてしっかり今回はどこを見ていたのかという説明を聞くべきだとは思いますし、競技やってる人たちは命を張ってリスクを背負っています。選手のために整理させた方がいいんじゃないでしょうかと問題提起しました。今後のスノーボード界を思い、振り返ってみますとスルーしない方がいいんじゃないかというところはありますと改めて語りました。ハーフパイプの採点はパイプ上で繰り出される5から6つの技を6人の審判員が全体の印象で採点、各審判が出した得点の最高点と最低点を除いた平均点で競います。今回の受賞はフィギュアスケートのように技一つ一つに得点があるわけではなく、印象が大きく左右するために起きた事象と言えると言われています。平野選手は言葉を選びながら、スノーボードは幅広くていろんなスタイルがあるからこその魅力、自由さが一つのかっこよさとしてありますとしつつ、それはそれとして切り分けるべき、競技の部分では競技の高さ、グラブ、そういうものを測れるように整えていくべきだと思います。ジャッジの評価はそういう意味ではまだまだちゃんとしていません。選手の最大のリスクを抱えてやっているものに対してもっと評価してジャッジするべき、何か新たなシステムを、他の競技ではそういうのがあるので、大会と大会ではないものを切り分けた上でしっかりするべき時代になってきたんだと思います、強く訴えました。平野歩夢選手の2本目の疑惑の採点をめぐって世界中から批判の声が殺到する異常事態となっています。平野選手2本目のランも金メダルの滑りでした。ファーストトリックで高さのある超大技トリプルコーク1440を決めると、キャブのダブルコーク1440、フロントサイドダブルコーク1260、バックサイドダブク1440をきれいに着地してまとめました。実況は人類史上最高難度のルーティーンだと叫び、この時点でトップにいた豪州のジェームズの 92.50 を超えるのは確実だと予想されたのですが、出た得点は 91.75 と伸びなかったです。無然とした表情でその場を去った平野選手は、
2本目の点数には納得いってなかったんですけど、そういう怒りが自分の気持ちの中でうまく表現できました。と試合後に語っています。3本目に平野選手は同じルーティーンを再びノーミスで決め、今度は 96.00 の高得点が出て逆転の金メダル。ですが、海外メディアからはこの2本目の疑惑の採点をめぐって批判の声が殺到する異常事態となりました。五輪の放映権を持つ NBC スポーツは、平野歩夢が論議を呼ぶ採点を乗り越えて、ハーフパイプで金メダルを勝ち取るとの見出しを取り、この採点を批判しました。記事は、平野がスノーボード、ハーフパイプで初の五輪金メダルを勝ち取った。そして彼は、ジャッジによる厳しい採点を乗り越える必要があった。この競技で過去に2度銀メダリストとなっている平野は、2度目のランで見事なトリプルコークを決めた。NBC でスノーボードの解説を務めるトッド・リチャーズ氏を含めた多くの人々が、このランは平野をトップに立たせるだけの価値があったと考えた。リチャーズ氏は中継中に、ハーフパイプでこれまで達成された中で最高のランと呼んだが、ジャッジはそのリチャーズ氏の意見に同意しなかった。平野に与えられた得点は 91.75 点だった。と、2本目のランで疑惑の採点が生まれていたことを紹介しました。X ゲームズや世界選手権など、数多くの大会で優勝し、1998年の長野五輪米国代表でもあった伝説のスノーボーダーのリチャーズ氏は番組内で、私が懸念するのはジャッジは彼らの信頼性を打ち壊してしまったことだ。私はこの仕事を長い間やってきた。良いランがどのようなものか分かっている。勝つためのランの中身を理解している。ハーフパイプで最高のランが達成されたと分かっている。なぜこの平野の2本目のランを限定したのかの理由を私に伝えてほしい。こんなことが起こるなんて信じられない。正直に言って完全な茶番だ。と痛烈に批判しました。同メディアは、23歳の平野はジャッジからの厳しい採点にもかかわらず平静さを保ち、最後のランでまた一つトリプルコークを成功させて勝利を確実にしたと記事をまとめました。同じ NBC のロサンゼルス局は、なぜ冬季五輪の男子スノーボードのハーフパイプがこれまでの競技で最高のものだったのかとの見出しを取り、平野の伝説的な滑りからショーン・ホワイトの引退ラン、これこそが過去最高のイベントとなった理由だと、今大会の内容を称賛する記事の中でこの2本目の疑惑の採点問題について触れています。日本の平野が五輪で初めてトリプルコークを披露、スノーボードの歴史において最も高い技術のランと評価される中で、2本目の疑惑採点をめぐる論争が話題を独占してしまっていた。平野の2本目のランが豪州のジェームズより下の順位だったのだ。同記事も、過去2度の五輪で銀メダルを取っていた平野は3本目の最後のランで予期せぬ逆境を乗り越えた。もう1本トリプルコークを決めて吠え返し、今回は96点を得て彼自身に金メダルをもたらしたと逆転 V をレポートしました。銀メダルに終わったジェームズの母国豪州のニュースサイトニュースコム AU は、逮捕されるべきだ、豪州選手の五輪のライバル平野が得点を奪われ世界が激怒との見出しを取り、この疑惑の採点を
厳しく批判しました。記事は、豪州のジェームズは彼の日本人ライバル平野への採点について、評論家やファンが非難の声を浴びせる論争が起きたとき、まだ競技の戦いの中にいた、と書き出し、2本目の欄にあった疑惑の採点について説明しました。平野は目を見張るフロントサイドのトリプルコーク1440を出し、この技を五輪で着地させた初めての人間となり、2本目のランでは特別なものを引き出した。だがジャッジの一人は彼に89点しか与えず、2本目の得点は 91.75 点しか出ず、ジェームズに次いで2位のポジションにとどまった。と紹介。そして、視聴者たちはその採点が信じられず、米国のスノーボード界のレジェンドのリチャーズ氏は NBC の中継内で平野に対するジャッジの扱いについて酷評した。と続けました。同メディアはリチャーズ氏が語ったコメントをこう抜粋しました。なんだって?なんだ?ミスがあったのだろうか?そんなことはない。そんなことはない。91.75 点だって?前出、NBC 記事と同じ内容ですので、中略。私は今怒りに満ちている。誰か当局関係者を呼んでほしい。平野の得点の強奪があったぞと。さらに、この米国テレビでのリチャーズ氏の感情の爆発は氷山の一角だった。中国の現地でも採点に対するブーイングが伝えられる中、世界から平野への支持が寄せられた。とし、他の批判の声を紹介しました。米国のスポーツキャスターを務めるアダム・ローゼン氏は、ジェームズや他の選手を軽視するわけではないが、これは絶対におかしい。絶対に得点を奪われた。とツイート。同じくスポーツキャスターのクリス・コスタ氏も、平野はこのハーフパイプを破壊した。驚いたことに、ジェームズに次いで2位。アナウンサーたちはこのことに信じられない様子だ。と意見し、キキ・インタラスワン氏も、トリプルコークは五輪で一度も着地できたことがなく、平野は彼のほぼ完璧なランの中で着地を決めた。彼がジェームズよりも低い得点とは大掛かりな白昼強盗なのか?ショックだ。と語っています。同じく NBC のレジーナ・キム氏は、本当のことを言えばショーン・ホワイト氏や別の米国のスノーボーダーに勝ってほしかったが、ジャッジが平野に与えたとんでもなく低いスコアを見た後、私はハッシュタグオリンピックスへのすべての信頼を失った。と批判。米国のコメディアンのジェフ・デイビス氏も、親愛なるスノーボードのジャッジさん、あなたは最低だ。ハッシュタグ歩む平野は史上最高のランをした。恥を知りなさい。と、ツイートしたと言います。同記事では、ピョンチャン五輪の銅メダルに次ぐ金メダルを獲得することになった母国の英雄、ジェームズの声もこう伝えています。ファンの方々が私が失望していると思わないことを願っています。私は本当に一生懸命やりました。オリンピックで表彰台に立つことは、信じられないほどの偉業なのです。私は豪州代表としてこの場に立ったことを誇りに思っています。ある意味、疑惑の採点騒動に巻き込まれたジェームズも被害者だと言われています。そして、平野選手が3本目に人類史上最高難度のノーミスのランを再現して逆転金メダルを獲得したことで本当に救われたのは、疑惑採点を与えた米国人ジャッジのヨナス・ブリューワー氏だったのかもしれませんよね。そんな未だに騒がれ続ける北京五輪の審査基準に、海外の外国人からは多くのコメントが寄せられていました。
反応をまとめました。その反応の一部をご紹介させていただきたいと存じます。皆さん、どうぞご覧ください。海外の反応。むちゃくちゃだったしね。彼は2回目で1位になってたはずなのに。元世界五輪チャンピオンに審査をやらせたらどう？トリックの難しさを知ってるし、歩夢が世界で一人しかできないことをやってて、ホワイトよりも難しいトリックだとわかるでしょ？もちろん主観的なスポーツだけどね。でもこういうトリックをやって大変さを知らない人に審査員ができるとは思えない。友人を審査員にするのはバイアスを排除する方法ではないような。オリンピックコーチの多くが成功したアスリートなのと同じだね。彼の言う通りだよ。2回目のは完全に強奪だったしね。彼のスコアが出た時にアナウンサーが怒り狂ってたし。参加者と同じ年齢の若いプロスノーボーダーが審査をやるべき。今の時代にすごいものが分かってるから、審判の多くが高齢で詳しくないんじゃないだろうか。だから分かりやすいスポーツの方が好きなんだよ。穴にボールを入れるとか、何キロ持てるとか、どれくらい速いとか、他は単に超ファンシーなダンスで判定が本当に難しいから。フィギュアスケートはトリックの基準がどの辺かをある意味で把握してるけどね。そういう方向性がいいかも。控えめに言っても本当にひどい。ビッグエアなんて特にスコアの付け方がひどかった。冬季五輪は特に好きだけど、中国に抗議して今年は見てないよ。ホストすることが許されてる時点でも気分が悪い。全く同じ気持ちだよ。中国はオリンピックを開催できるくらい金があって、IOC と取引できる数少ない国だからね。スノーボードが AI 判定のパイオニアになるんだろうか。人間5、AI 2、犬も加えて、違和感はあるだろうけど、AI にはバイアスがないしね。審査が絡む競技はオリンピックでやらない方がいいよ。競技が大量に消えるのは分かってるけど、だからクライミングを追加したのは成功だったんだよ。ファウル以外では審査員がいないし。歩夢の2回目は他のどれよりもすごかったから、最後にハーフパイプで金メダルになってくれて本当に嬉しかった。解説者まで2回目の時点で金メダルだって言って、98点を予想してたのに91点だったから、3回目の後で審査員はこれで分かったかって聞いてたから、結果的にメダルは本来あるべきところに行ったけど、あれで銀だったらマジで強奪だね。あれはめっちゃ不快だったよ。3回目がすごくて本当に良かった。解説者はこんなにすごいランは見たことないって感じだったのに、先頭から5点も下だったし、先頭から 0.75 点下で3回目よりも 5.5 点下だよ。正直96点でも低いくらいだよ。彼に3回目は必要なかったのに、初の金メダルにふさわしいさらにすごいものを見せてきた。彼は金メダル2個に値してるよ。審査員のいるすべてのスポーツが抱える問題だよ。審査員付きのボクシングをオリンピックでやるのはマジでひどい。今回のオリンピックは災害だね。いや人災か。歩夢が3回目のランをやってなかったらどうなってたかを考えるとマジで腹が立つ。トリプルを決めたノーミスのパフォーマンスがなんで90なのか。3人の審査員には説明してもらわないとね。きっとお金の問題なんだよ。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。